今日もですね、鳥羽フードさんにやってきております。はい、こちらカツオの漬け丼&冷やし茶漬けです。はい、この夏空波が一番のお気に入りのメニューです。はい、こちらをね今日は、食べていきたいと思います。はい、こちらね、キンキンに氷で冷えた冷たいお出汁を、半分ほどね、丼を食べてからかけて、いただくようになってます。はい、たまらないですね。油が乗ってて、もう本当にね、まずはこのカツオの漬け丼としていただきます。はい、うん、うまいね。はい、まあこのね、カツオの漬け丼はね、この丼だけでも、本当に美味しい丼なんですけどもね、こうしてね、だしのオプションを注文することによって一杯で、二度美味しくなります。はい、半分食べたところで塩昆布とわさびをここで投入します。投入したら、先ほどのね、冷たく本当にもうキンキンに冷えてるだし汁を入れていきます。ここはね、あったかいだし汁と、冷たいだし汁、どちらも選択できますのでね、また楽しみ方も、増えていいんじゃないでしょうか。はい、これを入れたら、よくね、かけましていただいて、こちらのね、レンゲで、そら豆はすくって食べます。もうね、これがたまんないですね。もう真夏でね、バイク乗って食欲をね、減退してる時でもね、サラサラサラっと入っていきます。もう夏にはぴったりのね、暑い時にはぴったりですのでね、ぜひ皆さん、カツオの漬け丼、茶漬け、食べてみてください。はい、激しくおすすめいたします。いつも お世話になっております、鳥羽フードさんで、冷たいね、マグロの漬け丼、プラス冷たいお出汁の茶漬け、をいただきました。まあめちゃくちゃうまいね。これメニュー大好きで、この夏何度もリピートしておりますけれども、まあこの隣のバンデット 1200S のライダーさんもね、お声掛けいただきましてありがとうございます。はい、キーホルダーとね、マスクもらっていただきましたけれども、このオーナーさんですね、このバンデットを最近乗り換えたようなんですけれども、なんとですね、GT38 から乗り換えたらしいですね。GT38 手放すかと思ったんですけどね、まあでもやっぱり旧車はね、今おっしゃってましたけどね、眺めたりね、飾ったりするもので実際乗るとたまらないらしいですね。いろいろお金がね、そうですね、バイクも人も、古くなってくるといろいろ大変だよね。はい、いつもの鳥羽フードさんで、美味しい、カツオの漬け丼、プラス冷たいお出汁の冷え冷え茶漬け夏にはたまらねえよをいただいてきました。今お会いしたライダーさんがね、スズキの GT38 に乗られてたということでね、最近それを手放して、バンデット 1200S にね、乗り換えたというようなお話をね、マスターとしていたところ、聞き耳を立ててたんですよね。で、まさか僕の動画のリスナーさんだとは思わなかったんで、話入っていかなかったんだけど、俺なんていうかな、ぶっちゃけシャイだからさ、俺お前どこがそんな、こんだけ喋って何がシャイなんだよって言われるかもしれないけど、俺ほんとシャイだからねであんまり無口でさ、あんまりそんな人と喋るのもそんなに得意じゃないし、いやこれ独り言だから、今元ブログは独り言だからさ、独り言は得意だけども、コミュニケーションはぶっちゃけコミュ障だからさ話に入っていかなかったんだけど、実は俺の動画見ていただいてるみたいで、お声掛けをいただいてね、握手っていうことで、手を差し伸べられたんで、僕もね、心よく、握手をさせていただきましたけれどもね、本当にありがとうございます。本当に嬉しいですね。なんていうのかな、こう俺の本当に、ね、握手とかって求められていいのかなっていう、本当普通のおっさんなんで、で答えていいのかなって思う時あるんですけどね、そういう時はね、心よく引き受けるようにはさせていただいておりますけれどもね。はい、そうですね、もったいないですねっていうようなね、お話をちょっとしたんですけれども、やっぱりね、実際にこうある意味ね、こうコレクションとして、趣味として、眺めるものとして、あるいは置き物としてオートバイを考えるんであれば、やっぱり旧車っていうのはね、すごくこう美しいし、インパクトもあるしね、いいものだというふうに思うんですけれども、やっぱりね、こういざね、乗っていくとなるとね、やっぱりこう機械的な、なんていうのかな、限界っていうか寿命っていうのは
どうしてもあるよね。まあ、ただ、オートバイっていうのは、こう機械だからね、まあ、機械っていうのは、ぶっちゃけ基本的には直せると思うんですよね、はい、直せるんですけれども、その直すためのいわゆるパーツですよね、はい、パーツが、なくなってくる、うん、もしくは、ね、まずはこう純正パーツが切れますよね、はい、メーカーの、ね、純正パーツが切れて流用できるようなパーツっていうのも大体同じような年式だとねだんだんなくなってきて、それからこう社外でそういうパーツを出して、くれてる、まあ、業者さんもあるでしょうけども、そういうところのパーツもいよいよなくなってくるとですね、まあ、たったあのもうどうでもいいようなパーツっていうのが、手に入らなくなってくるんですよね。本当当時の時価ですると本当数百円とかね、1000円2000円なんていうパーツが、本当に手に入らなくなってきて、まあ、ぶっちゃけこう例えばオークションとかでもすっごいボロいパーツとかでもめちゃくちゃ高くなったりしてる、うん、まあ、そういう状態っていうのが、どうだろうな、俺やっぱりそのある意味一種オートバイとしてのね、まあ、寿命なんじゃないかなと、いうふうにもね、確かに、思います、うん、まあ、ですので先ほどのライダーさんもね、こうバンデット1200S に、乗り換えてからはね、何の不安もなくなって、あのどこへでも行けるようになりましたって言ってましたねというか GT38 の時どんだけ不安だったんだよっていう話にはなるけど、まあまあまあわかります。あの僕もあの2ストでね、昔乗ってた時にはやっぱり若干ね遠く行った時ね、あのある種の不安は、あったからね、うん、まあ、しかもその当時でさえあったんで、今のね、現代においてその GT38 っていうものを維持管理してね、それを乗って、遠くに行くっていうのはこれなかなか大変なことだなっていうふうには改めてね、思いました。まあ昔はね、車、例えば車なんかにしたらね、どうだろう、寿命、一般的に寿命って言われるとね、こう、まあ、10年10万キロみたいな感じで、言われてましたよね。まあでも今だいぶねやっぱりこう技術が進歩してね、こう車も、まあ、オートバイも、寿命っていうのは長くなってきたと、思います。まあ、車だったらどうなんだろう、今一般的には20年20万キロっていうぐらい、まあ、つまり倍ぐらいになってるのかな、うん、まあ、オートバイもね、それはやっぱりこういう 250cc 今乗ってるようなね、オートバイだったら、それはやっぱりね5万キロ6万キロ走ってきたらくたびれてくるだろうし、まあ、10万キロなんていうとやっぱり、こうオーバーホールとかそういったようなものなしで行くっていうのも、まあ、なかなかしんどいものなのかなっていうふうには思うんですけれども、ことね、その波が乗ってるような MT-01 のようなね、まあ、比較的こう、回らないタイプの大型のエンジンだったらね、やっぱり比較的寿命っていうのは、まあ、車にも近いものが、あるんじゃないかなって、うん、いうようには思います。ですのでこう、バイク的に機械的にっていうか、そういうなんていうのかな、寿命っていうよりも、むしろそういうパーツの供給とかね、まあ、そういった要因によるこう寿命っていうのが、まあ、いわゆるバイクの寿命っていうような、気がしますね。で、まあそうですね、まあ、バイクの寿命っちゃバイクの寿命、とね一緒に考えたのは、もう一つはやっぱりね、乗り手の寿命だよね。うん、乗り手の寿命、まあ俺もそうなんだけども、最近俺ねよく考えることがあるんですよ。うん、まあ俺も今年齢が53になりましたんでね、皆さんもどうでしょう、俺の動画見ていただいている方っていうのは大体俺と近いような年齢じゃないかなって思うんですけどね、そうなってくるともうそうですね、まあ、例えば高校の時とかね、17、8とか20歳ぐらいの頃って俺って一体何年まで、何歳までオートバイに乗れるだろう、もしくは乗るだろうって考えたことなかったよね。考えたことなかったっていうか、むしろ若い頃は、まあ、今若い頃はバイク乗ってるけど、やっぱりある程度ね、年齢がいったらバイクは降りて車に乗って、そしてね、家族と一緒に動くことが多くなるんだろうななんていうのはもう漠然として考えて、いました。ですから、まあ、バイクは降りるだろうと思ってたんだよね、その頃には俺はでも何の因果がねこの年になってもね、まあバカの一つ覚えてね、まあ、相変わらずバイクに乗ってるわけなんだけども、まあ、いざね、この今の年齢になってきますとですね、たまにねやっぱりね考えちゃうんだよね。
あ、俺、いつまで、バイクに乗れるだろうって、まあこれ、皆さんどうですか、考えたりしないですか。まあこれね、俺の、まあ、周りの人でもね、まあ、つい最近なんだけれども60になってね、還暦を迎えた、方、ライダーさんがいてね、そのライダーさんが非常に寂しいことにですね、まあ、還暦を迎えるに当たってね、赤いちゃんちゃんこが、まあ俺のゴールだと、いうふうにね、おっしゃってね、バイクを、降りられたんですよね。で、そう、まあ、60って考えるとさ、俺あと7年しかないんだよねあと7年かって思うとさ、ちょっと短いなっていうふうにも、思ってしまいますね。そうかと思えばね、よく俺の、まあ、動画のね、コメント欄で、80過ぎてもね、大型1300乗ってらっしゃる方とか、いるんですよね。まあ、その方から直接先日はなんていうのかな、コメントをいただいたわけじゃないんですけれども、私のね、知ってる方が、80を超えて、まあ、FJ1300 だったかな、に乗ってますとかね、いうような書き込みをしていただいたりとかね、するんですよね。まあ、それでね、まあ、ぶっちゃけね、俺も、こうそうですね、乗れる限りはね、できるだけ長く、まあ、1年でもね、本当に半月でも、長くオートバイには乗っていたいなって、思うんですよ。でも思う反面ね、その例えばじゃあ、お前80、そのおじいちゃんのようにね、80になっても、バイク乗れるのか大型乗れるのかって、その自信あんのかっていうふうに言われちゃうとね、これ正直ね、厳しいね。はい、ぶっちゃけ俺今の自分からすると80まで例えばMT-01 お前乗れるのかって言われると、いやー、ちょっと無理かなっていうのは思っちゃうとこですね。で、まあ1日でもね、長く乗っていたいと、ライダーとしての寿命を全うしたいというふうには思っていますのでね、まあ日々比較的体は動かすとかね、まあ食べ物には注意するとか、まあそういったようなことは、比較的しているつもりではありますけれども、まあそういったことを抜きにしてもね、やっぱり俺的にはね、こうなんていうのかな、ある程度誰か一人にでもね、ちょっとボケたんじゃないかとちょっとおかしいよって、まあ息子に頼んどこうかなと思います。嫁さんはね、ひいき目がありますんでね、そんなことないよって、思ってくれちゃうかもしれないんでね、まあ、息子にねこれは頼もうと僕は思ってます。でちょっとね、親父お前ちょっとおかしいよっていう風に思ったら、必ず言ってくれと、いうように、お願いしようと思ってます。でそれを言われた時には、まず自分はもうこれはすっぱりと、ボケてね、頑固になってね、いや俺は大丈夫だ俺は大丈夫だって、いう風には、言わないように、しようと思ってます。はい、その時には、降りようと、はい、思います。まあ、人とかをね、こう怪我させたりね、まあ自分が死んだり怪我する分にはまあ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 ね、ある意味言ってしまえばまあ自業自得なんだけど、人を、まあ、まあ死なせたりね、怪我させたりっていうのはもうまっぴらごめんなんで、そうなる前にね、降りようと思ってます。まずこれが、僕のある意味頭の寿命ね、頭の寿命を、超えたらバイクは降りると、いうふうに、思うとします。でそれから、まあ、頭の寿命というのは当然判断能力、それから認知能力の低下になりますから、そこはねやっぱり落ちてくると危ないと、思いますし、で仮にそこがね、まだ比較的きっちりちゃんとしていたと、してもね、その、まあ、危険だと判断したり、危険だというふうに、認知してもですね、その通り、それを回避するべく、体が動かなくては、やっぱりオートバイというのは僕は乗れないと思うんですよ。ですので、これは、ある程度の操作技術ですね、はい、これに関してできなくなったら、僕は、降りようと思ってます、これはねやっぱり僕、高速スピードの速い部分での操作でなくていいと思うんですよ、で例えばですけれども本当に低速のクランクが、切れなくなったら、
はい、僕はよく公園でね、クランクや、練習するんですけどね、1,2,3,4,5 ぐらい曲がるんですけど、それを一回一回ピタッと停止して曲がる、ピタッと停止して曲がるっていうのを足をつかずにね、練習してやってるんですけども、それがねできなくなったらね、やっぱり、これもやめよう、バイクは降りようかなというふうに思ってます。まあその時は、さっきの GT38 と同じようにね、ある意味飾り物になろうかなと思ってます。俺自身を飾ってもしょうがないからね、そうですね、あのバイクに関しては、乗らないように、飾り物に、しようかなというふうに、ね、思っております。まあね、まあ、こんな締めっぽい話をするとね、まあなんとなく自分が情けないようになってきますけれどもね、まあ逆に言えばね、乗れるうちはね、バンバンじゃんじゃんできる限り、一度しか人生ありませんからね、人の一生は一度しかありませんから、大好きなバイクにね、少しでも触れて、一台でも多くのバイクに乗って、本当に少しでも、オートバイを楽しみたいなと、いう気持ちで、がね、どんどんこう逆に、その自分は何年乗れるんだっていう風に考え始めてからね、逆に強くなってきてます。はい、ですのでね、これからも、いろんなオートバイに乗って、いろいろな、オートバイの楽しさを知って、本当にオートバイをね、楽しみ尽くしたいと、はい、いう風にね改めて、今日は、思いました。